わかるはずさ。平和への糧はいつも一人一人の心の中の深い愛と力で作られると。いつの日かわかるはずさ。平和への糧はいつも一人一人の心の中の深い愛と力で作られると。産声を上げたのはナリ47のうどん県多度市長。海の親は初代死刑騒動し、テロや紛争戦争のない世の中目指して、みんなが助け合える理想の社会を作るために、合唱令一つで世界とつながり、笑顔が溢れる流派のない世界で、一つの少林寺拳法。日々の修練が自分の可能性を育てた。大会での悔し涙、先生からの優しい言葉、仲間の存在、相手に感謝、家族に感謝、そして自分にありがとう。1980年、世界39カ国180万人が愛好した。全国の指導者は無給の奉仕者。想像もしなかった人生があなたのもとに。半ばは自己の幸せよ、半ばは人の幸せよ。少林寺拳法が介護に役立つ。社会に求められるために、僕たちは拳を握る。いつの日かわかるはずさ。